チャンピオンロード行くかな。もういっそ。ことか。あーなんかなんだこれ。ちょっとこれか。え、これ何。え？あ、竜の波動だ。レジェンドを取った後はチャンピオンになる。全然向き違ってた。掴みかけた熱い胸を振りほどいて君は出てゆくすごいなんかアンチャーテッドっていうゲームを思い出すな。またストーカー気質の人が、あ、来た。どうもどうもみのりさん、自分だけの宝探しはバッチリですか。わからん。クラベル先生の課題って難しいですよね。宝探しとして事務挑戦を選ぶ生徒は多いんです。大変だけど挑戦しがいがありますからね。だから担任の先生として応援したくて待ってたんです。お、幸せ卵。へえ。宝探しに役立ててください。ポケモン図鑑も頑張ってくれると開発者としては嬉しいな。ぐれぐれも危険な場所には行かないようにファイトですよ。やるぞ。ようこそベイクジムへ。挑戦者のお名前を登録します。みのりさんですね。当ジムリーダーリップと勝負するにはジムテストをクリアする必要があります。ベイクジムのジムテストはエクササイズです。エクササイズ。ジムリーダーリップが発明した気度強楽エクササイズを最後まで成し遂げれば合格です。愛楽じゃないんだ。詳しいルールは当ジムを出て左手にあるエクササイズ会場の黒いジャージの女性にお聞きください。それでは行ってらっしゃい。エクササイズか。ん？左って言ったか。これか。言うてる。エクササイズ。ようこそ転入生気度強楽エクササイズ会場へ。なんでバトル科の木原先生がジムのインストラクターをしてるかって。ジムリーダーリップと私は子供の頃からの付き合いでね。負けた方が勝った方の言うことを聞くっていうルールでポケモン勝負して、それで、ま、体作りにもなるし、授業がないときに手伝っているんだよ。木原先生いいキャラだな、なんか。
エクササイズのルールは簡単。私が手本を見せるから、同じ動きをするように。それでは、ジムテストを始めるぞ。心と体の準備はいいか？はい。それでは、レッツエクササイズ。感情を爆発させてくれ。どういうことよ。どういうことなんだ。あ、そういうこと。こんな連絡しなくていいのかな。あ、行かなくていいのこれ。なんだ、すげえ必死で連打してたんだけど。なんだよ。やったぜ。最高に素晴らしい。完璧な表現力ににっこり笑顔だ。体も温まってきたことだし、続いてはポケモン勝負で筋肉を追い込むぞ。木肌先生いいね。いつもの戦いより大きく動いて理想のボディを目指しましょう。どういうことだ、あの子が言ってんのか。この子が理想のボディを目指しましょうとか言ってんの。あ、でもまあわかるわ、わかる。うちの娘もなんかいつも言うもんね、私セクシーだからって。言うわ。確かにうちの娘自分が世界一セクシーだって言うんだよな。世界一可愛いと私セクシーっていう風に言うの。まあこのレベルだからそうそう負けない自信はあるが、あなたもポケモンもパーフェクションのボディ。ケイン濃すぎやないか。パーフェクトなボディ。マジで？よし、ポケモンも筋肉も嬉しくて躍動しているな。疲れてきたけどもう少しエクササイズ後半に突入だ。これ1回ずつでいいでしょ。だからパーフェクト。どっちが先生かわからなくなるところだったぞ。ポケモン勝負でもう一踏ん張り、乳酸に打ち勝ち、限界を目指すぞ。疲れた時が一番筋肉が成長するのです。高よし。いいだろう高よし。燃やせ燃やせ。燃やし尽くすぜ。若い子の成長率には負けちゃうね。お疲れ様だったな。以上でエクササイズは終了。結果は文句なしの合格だ。おめでとう。さあ受付まで出した。合格の報告をするまでが
事務テストだからな。イエーイ。エクササイズを終了したようですね。おめでとうございます。事務テストクリアです。みのりさんには当事務リーダーと勝負する資格が与えられます。超マジック、超マジックマキアージュ、超マジックマキアージュ、事務リーダーリップに挑みますか。はい、それではバトルコートにご案内いたします。さあどんな人が出てくるのやら。ロードしています。そうね、分かった、こっちで進めておくな。キャッチコピーは分かりやすく、ナチュラルに美しさを。アイシャドウの新色も発注よろしくね。あ、敷くよろね。いつもありがとう。それでは失礼します。セクシー系、おはようございます。ジムリーダーのリップよ。メイクアップアーティストが本業なんだけどね。あの肩どうなってんの。ひがらちゃん褒めてたわ。あなたとってもご意思だってみのりちゃん、かわいい挑戦者ちゃん。リッププロデュースのエクササイズでさらに美しくなれて嬉しいでしょ。ポケモンの体もちゃんと綺麗にしてるし、ナイス美意識ね。人間もポケモンも身だしなみは大事だもん。誰でも変われるマジック、それがお化粧、それがメイク。リップのメイクでポケモンちゃんもっと美しくしてあげる。ジムリーダーのリップが勝負を仕掛けてきた。やったれ。あなたとってもいい素材、どんな魔法をかけようかしら。その前に燃やす、ファイヤー。クエス、クエスじゃない、合ってる、クエス。あなたって砥石部なのね。ちゃんとクレンジングしなくっちゃ。フラージェス、初めて見る。え、何の進化系なんだ、フラージェスって。静かにしてろっつってんでしょうか。わかる、ありがとう。すげえでかくなった。まあ負けないけどね。うっかりしてた、音声が。今日ひょっとして二重音声になってるんじゃないかっていう説な。しまった。
勝ったのはいいけど、勝ったのはいいけど、今集音技術的な問題にぶつかったことに気がついた。最悪。あなたの強さは解けないマジック。よっしゃ、勝ったのは嬉しいけど音消してなかったな。勝負に負けて美しさでも引き分けだなんて、あなたいい。うん、すっごく最高。いずれビッグになる前にリップが囲っちゃおっかな。でも今はリップ自分磨きをやり直さなくちゃ。おめでとう。ご褒美のジムバッジ、とっておきのポーズであげちゃうわ。ヨガだ。ヨガポーズだ。お、ジムバッジを6個持ってたらレベル50までのポケモンが捕まえやすくなるし、言うこともあ、やっぱそうか。これ体幹を鍛えればこの技もバッチグーで使いこなせるから。最後気にしつか。はい。リップとのツーショット SNS に上げちゃダメダメよ。汗とかいろんなものでお化粧ちょっと落ちちゃった。あの肩と足首どうなってんだ。なるがえてメイク直さなくっちゃ。ケツカッチンね。じゃあお疲れ様です。ケツカッチンとか今の人わかんのかな。意外とこう、あれだ、発作だ。やあやあみのりくん、ジムリーダーとの勝負陰ながら拝見しておりましたが、100点満点あっぱれでございます。先手でラウドボーンを繰り出すや否や、そこから怒涛の攻撃。相手がピンチに陥ったかと思えば、額に重ね塗られたポケモンの技の数々、そのグラデーションが、ああ申し訳ないです、感情が大爆発してしまいました。うん、要するに腕を上げたようですね。あなたがバッジを全部揃えるのが待ち遠しいですよ。小生も四天王として楽しみに待っておりますのでね。それとたまにはアカデミーに戻って勉学にも励むようにですよ。確かに学校一度も行ってね。よっしゃー。